こんばんは、整体院浅井院長の浅井です。本日は、四十肩五十肩についてお話ししたいと思います。四十肩五十肩というのは、肩と首、喉、腕、あと、ここ、背中っていうふうに、この辺りの筋肉が硬くなって、可動範囲が狭くなり、なんていうんでしょうね、力を出そうとしても力が出ないとか、っていうふうな症状だと思います。触れば硬いので、硬い場所がそれは影響が出てるなという感じがします。で、硬くなった筋肉というのは硬いですから、また柔らかくすることで、筋肉がもう解放あのまあ四十肩五十肩がの、硬さが取れますので、取れればまた昔みたいな、動作ができたりということも、徐々に可能になっていくと思います。で、施術するとなると、その腱と筋肉を柔らかくする施術を行っていきます。簡単に言いますと、硬い部位を、時間をかけて、ゆっくりとほぐしていく筋力、硬い部位を柔らかくしていくということをしていきます。ただし、普通、大体私の場合ですと、例えばここが硬い、四十肩の方であっても、五十肩の方であっても、大体こっちに30分時間をかけ、こっちに30分をかけ、両腕で30、あ、1時間っていうふうな施術方法になると思います。もう一つの方法は、オイルマッサージみたいな感じで、オイルを、ココナッツオイルをつけて、で、タイガーバームをちょっと調合、混合に入れて、で、そこで親指を使って、オイルマッサージですね、こういうリンパを、と腱と筋肉をこうやってほぐしていくという療法があります。で、もう一つは肘を使って、肘でギューッと圧迫して、凝りを溶かしていくという、その2種類の療法がありますが、それは、その時の施術、硬さを見ながらやっていきたいと思います。で、実績としましては、大体感覚でいけば、本当に硬い方であれば、本当にここですごい硬くても、30分から30分近く、大体この辺り、硬いものを柔らかくするっていうことが可能になっていきます。で、またそれで、一度この辺が柔らかくなったら、次はまた違う部位をまた次の機会にやるっていうふうな感じで、徐々に全身の凝りを、四十肩五十肩のであで、お困りのといった凝りを取り除いていくっていうことを、ちょっとずつ毎日、できれば毎日、できなければ2日に1回とか、そういうふうにですね、短期的に通っていただければ、必ず徐々に柔らかくなっていくことが可能で、四十肩五十肩っていうのも必ず撤去、最後なくなるっていうことも、そういった方向性でやっていくことができると思いますので、一度ではやらず、最低多分3回から5回、5回をですね、目標に通っていただけるようにしていただけると、本当に困っている方は困らなくなるような体を作り上げていくことはできると思います。で、そうですね。で、整体院浅井、愛知県岡崎市上陸奈にございますので、お近くの方、また東京出張とかするによく行く、これからも行くと思いますので、遠方の方、東京の方で施術を体感されたい方は、ご連絡いただければ、また東京行った際はいろんなところを出張させていただきたいと思いますので、またよろしくお願いします。で、岡崎市の方でももちろん出張の方をしておりますので、なかなか外に出られなくて忙しいとか、それぐらい疲れてるっていう方は、ご利用くださいませ。はい。では本日はこれぐらいの動画で終わりたいと思います。では最後までご覧いただき、最後までありがとうございました。失礼いたします。